コーチェラで日本文化を伝えたナンバーアンダーラインアイファンの奇跡。その驚くべき広報活動と影響力。平野賞驚愕の経済効果。ドンキで見せたあの姿から11年。世界が震えた。ナンバーアンダーラインアイのファンによる広報活動は、コーチェラで非常に目立つ存在となりました。彼らの活動は単なるファンによる支援とは一線を隠し、 文化交流そのものとして称賛されるまでになりました。特にアジア系文化を PR する88ライジングのステージで行われたパフォーマンスは多くの観客にとって新たな経験と感動をもたらしました。コーチェラは世界中の音楽ファンが集う最大級の音楽フェスティバルでその影響力は非常に大きいです。そんな中でナンバーアンダーライン愛のファンは SNS を駆使して熱烈な応援と広報活動を展開しました。彼らの活動は単なる応援にとどまらず、異文化交流の架け橋となり、国際的な注目を集めました。このような活動は、音楽ファンとしての熱意とともに、彼らが持つ独自のアプローチと創造性を象徴しています。ナンバーアンダーライン愛自体もまた、コーチェラに出演することが一つの夢であり、 その夢を実現した喜びを多くのファンと共有しました。この出演は彼らにとって大きなキャリアのマイルストーンとなり、さらなる飛躍への鍵となるでしょう。また、ファンとの強い絆も一層深まったことでしょう。このようなファンの活動やアーティストの挑戦は、音楽だけでなく、広く文化的な影響を与える可能性を秘めています。音楽フェスティバルは単なるエンターテインメントの場ではなく、 異文化理解や交流の場としても機能しており、それが実際にファンの活動を通じて具体化されたのです。さらに、現代における SNS の役割も非常に大きいです。ファンは SNS を通じてリアルタイムで応援を届けるだけでなく、彼ら自身が文化交流の使者となっているのです。この現象は、音楽シーンにおける新たなトレンドとも言えるでしょう。このようなファン活動の一例として、 実際にコーチェラで行われた広報活動は他のアーティストやファンにとっても大いに参考になるでしょう。SNS を使った広報活動やファンの熱意がいかにしてアーティストの成功に貢献するかを理解することは今後の音楽シーンの発展にも寄与することでしょう。そしてこの広報活動は単なる音楽ファンの熱意を超えて国際的な文化交流の新たな形態を示しています。 ナンバーアンダーライン愛のファンは、SNS やデジタルプラットフォームを駆使して、コーチェラの観客だけでなく、世界中の数千人、数百万のフォロワーに対してリアルタイムで情報を発信しました。このようにして、現地にいないファンもまるでそこにいるかのように感じられる新しい体験を提供することができました。このプロセスで明らかになった重要なポイントの一つは、 デジタル技術がもたらす文化交流の大きな可能性です。インターネットや SNS がなければ、こうした大規模な広報活動は不可能だったでしょう。過去には、ファンの応援は現地でのパフォーマンスや手紙、郵送されたファンクラブの雑誌など、物理的な方法に頼るものがほとんどでした。しかし、現代の技術を駆使することで、ファンの熱意や応援が国境を越えて即座に伝わるようになったのです。 また、この広報活動に参加したファン一人一人が、自らを国際的な文化交流の一部として自覚し、誇りを持って行動していたことも特筆すべき点です。その多くが、他の文化や言語についても理解しようと努め、他国のファンとの交流を深めるために、新しい対話の方法を模索し続けました。これにより、異なる文化間の理解が深まり、 音楽という共通の言語を通じて絆が築かれることとなったのです。さらに、ナンバーアンダーライン愛のメンバーも、このファン活動に感謝の意を示し、パフォーマンスやインタビューでその感謝を何度も強調しました。彼らの一挙手一投足がファンに大きな影響を与え、ファンとの絆を一層強固なものにしました。アーティストとファンが一体となって成功を共有する姿は、 他のアーティストやファンにも多くの影響を与えることでしょう。この成功の陰には多くのボランティアや協力者の存在も欠かせません。イベントの準備や広報活動を支えるために多くのファンが自発的に動き様々な役割を果たしました。これは広報活動が単なるファンの意思表示にとどまらず組織的かつ戦略的に進められたことの証拠でもあります。彼らの連携は まさに一つのコミュニティとしての強さを示しています。このようにして構築された広報活動とその成功は、音楽業界全体に対しても新たな視点を提供します。アーティストとファンが協力して目標を達成するためには、どのような戦略が最も効果的であり、持続可能か。その答えの一部は、今回のコーチェラでのナンバーアンダーラインアイファンの活動に見出すことができるでしょう。そして、 ここで一つの興味深い問いが浮かびます。今後、他のアーティストやファンは、どのようにしてこの成功事例を参考にし、さらなる国際的な成功を収めることができるのでしょうか。彼らがこの教訓から学び、それをどのように実践に移すのかが、次世代の音楽シーンの行方を左右する鍵となるかもしれません。さらに、このようなファンの活動が実は、アントレプレナーシップやリーダーシップのスキルを養う絶好の、 機会となっていることにも注目したいと思います。広報戦略の立案、実行、SNS での効果的な発信方法、チームの組織運営など、これらのスキルはビジネスの世界でも非常に重要です。結果として、ファン活動に積極的に参加する若者たちは、単にアーティストを応援するだけでなく、自身のキャリアや将来の夢に必要なスキルを実践を通じて身につけているのです。また、 異文化交流とは単に異国の文化を受け入れるだけでなく、自国の文化をどのようにして適切に伝えるかという課題も含まれます。ナンバーアンダーライン i ファンが行った広報活動は、その一部を成功理に示しており、日本の文化や音楽の素晴らしさを国際社会にアピールする新たなモデルを提供しました。彼らの活動は日本国内にとどまらず、 世界中の音楽ファンに対してその魅力を発信する大きな役割を果たしたのです。この成功は他の文化や国にとっても参考になる教訓です。広報活動は単なる情報発信ではなく感情や価値観を共有する場であり、その方法を工夫することによって驚くべき影響を与えることができるのです。今後もこうした活動が続けられていくことで多くの文化が相互に理解し合い、 尊重し合える世界が築かれることを願っています。問題提起から始まり、具体的な活動に至るまでのプロセスを通じて、私たちは多くのことを学び取りました。これからも、音楽フェスティバルや広報活動を通じて、新たな文化交流の形を模索し続けることが求められるでしょう。そして、その過程で生まれる新たな挑戦や成功が、次の世代にとっての大きな資産となることを期待します。 最後に、この成功例について、読者の皆さんも自身の体験や意見を共有してみてはいかがでしょうか。音楽を通じた異文化交流の可能性について、あなた自身の観点や経験を踏まえた洞察をお聞かせください。この物語は終わりではなく、新たな議論と発見の始まりです。このファン活動は、音楽フェスティバルという場を超えて、異文化交流の一つの成功例として評価されるべきです。 これからもこのような活動が続くことで、音楽を通じた国際的なつながりや理解が深まることを期待します。このように、コーチェラで行われたナンバーアンダーラインアイファンの広報活動は、単なる応援ではなく、より深い次元での文化交流として、多くの人々に影響を与えました。ファンとアーティストが一体となって作り上げたこの成功は、今後の音楽シーンにおいても大いに注目されることでしょう。 この現象をどのように解釈し、将来に生かしていくかが、今後の課題となるかもしれません。